はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいますので、こちらでご紹介させていただければと思います。ではですね、まずは簡単に自己紹介からお願いします。はい、愛知県安城市で腰痛専門整体をしています、住谷博士と申します。よろしくお願いします。はい、こちらにいらっしゃるですね、住谷先生、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了されましたので、このような証明書発行させていただきました。この場で読み上げさせていただいて授与させていただければと思います。はい、住谷博士殿、貴殿は KTR テクニックインストラクター養成講座を受講され、キネティックトリガーポイントリリーステクニックのインストラクターとしての理論実技の全課程を修了されました。ここに KTR テクニックインストラクターとして認定しましたことを証明します。令和3年2月29日 KTR テクニック協会代表迫田克也、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回住谷先生、私の治療技術セミナーの全課程を修了されたということなんですけども、この動画をご覧になっていただいている愛知県安城市で腰痛でお悩みの方に対して、住谷先生から一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、愛知県安城市にお住まいで、今この動画をご覧になっている腰痛でお悩みの方、大変お待たせいたしました。今回ですね、迫田先生の KTR テクニックの全課程をですね、修了して、認定員になることができました。そんな私からですね、腰痛でお困りの方にお伝えしたいのは、今、抱えていらっしゃる腰痛をですね、解消したいというお気持ち、そして、腰痛から卒業したいという気持ちをですね、諦めなければ、その願いはですね、叶いますということを お伝えしたいです。はい、そしてこれまでですね、おそらく湿布を貼ったり痛み止めをですね飲んだり、いろんなことを試されて、まあ、なお今腰痛でですね、悩んでいらっしゃることだと思うんですけれども、その原因はですね、実はまあその腰の痛みに着目しすぎるあまり、本来ですね、その腰痛を引き起こしている本当の原因に対しての、まあ、施術がされていないことが大きな原因になっています。そしてこの KTR テクニックというのは、その腰痛の本当の原因をですね、一番最初に患者様と一緒に見つけて、それをですね、共有して、再発をさせないためのセルフケア、ストレッチをお伝えすることになっていきますので、今現在ですね、腰痛で悩まれていて、もう治らないんじゃないかなというふうにですね、こう諦めそうになっている方は、諦めてしまう前に最後私のところにですね、ご連絡をいただきたいと思います。そして LINE していただければ、腰痛の卒業までですね、二人三脚でサポートさせていただきたいと思っていますので、ぜひご連絡をお待ちしております。はい、ありがとうございます。そうですね、やはりこう長年慢性腰痛で悩まれている方こそ、その腰に対してこう注目しすぎてしまうあまりに、本当の原因に対してこう見えてなかったりっていうパターンがすごくやっぱり多いので、やっぱり私たちはですね、住谷先生のところに行っていただければ、まあ腰痛が起こっていることはもちろんそうなんですけども、なぜ腰痛が起こっているのかっていうところをしっかりですね、まずは原因を徹底究明させていただいて、それに対する施術だったりとか、それに対するまあ原因を取るための姿勢の問題だったりとか、セルフケアどういうことをしていけばいいのかっていうところもしっかりですねお伝えしていただけますので、まあ、愛知県安城市でですね、腰痛でお悩みの方はですね、住谷先生頼っていただければと思います。はい、住谷先生のですね、治療院のホームページのですね、URL 下にですね、説明欄のリンク貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。またですね、住谷先生以外の全国の私の仲間の先生、認定医の先生の一覧のページというのもありますので、安城市以外のですね、方もですね、ぜひそちらの一覧のページ説明欄に貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで本日はですね、私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生をですね、ご紹介させていただきました。動画をご覧いただきありがとうございました。